預言者の信者たちは東へ逃げたのね。その道のりは険しいものだった。リブカの夫はロシアの貴族で、預言者の信者だった。そのため彼女も信者に加わった。夫が北への旅で死んだ時も、彼女は預言者に従い、信者としてなすべきことを自問自答した。そして谷を見た時、彼女は答えを見つけた。彼女はキーテ氏がどうあるべきか空想した。そしてその空想をもとに町を作っていった。キーテジがただ美しいだけではなく住みやすいのはリブカのおかげなのだ。
リブカ、建築家。ソ連のライフル用の弾薬がもっとあるはずよ。なんで今に。洞窟が一つ浸水したんだ。